クロロゲン酸は植物界に広く存在するポリフェノールであり、経費酸誘導体とキナ酸のエステル化合物の総称である。コーヒー製豆から初めて単理され、熱に不安定で焙煎で容易にコーヒー酸とキナ酸に分解する。コーヒー製豆にはクロロゲン酸類が5%、10%ととりわけ多く含まれている。コーヒー製豆に含まれるクロロゲン酸類は3。 カフェオイルキナ酸、4、カフェオイルキナ酸、5、カフェオイルキナ酸、3フェルロイルキナ酸、4フェルロイルキナ酸、5フェルロイルキナ酸、ジカフェオイルキナ酸からなる化合物である。カフェインと共に、コーヒー抽出液冷却時に認められる、白濁の原因とされる。コーヒー抽出液の味覚における影響は複雑である。抽出時間が長すぎた時に現れる雑味の原因とされる。 鉄イオンの存在下で緑がかった黒色の化合物となるアルカリ条件下で橙々色を呈するラジカル補足能を持つため抗酸化作用が期待されている試験管内実験や動物実験では血糖値上昇抑制効果が認められているが人を対象にした信頼性の高い研究で有効性は確認されていない絡みを抑える作用がある食薬区分では もっぱら医薬品として使用される成分本質にも医薬品的効能効果を標榜しない限り医薬品と判断しない成分本質にも該当せず医薬品的な効能効果を表示することができないただしコーヒーのように明らか食品であれば効能を表示しても薬基法には違反しないしかしがんが治る 血糖値が下がる、血液を浄化するといった古代な医薬品的、効果効能表示を行うと、景品表示法や健康増進法の規制の対象となる。コーヒーから抽出したクロロゲン酸類を、汎用成分とし、体脂肪が気になる方に適する、血圧が高めの方に適するという保険用途の表示ができる、特定保険用食品が許可されている。コーヒー、ボタン防風、 ごぼうから抽出したクロロゲン酸を関与成分とした健康食品が機能性表示食品として届けられている。機能性表示食品とは国が審査は行わず、事業者が自らの責任において機能性の表示を行うもので、体脂肪が気になる方に適する肌の水分量を高め乾燥を緩和する機能があることが報告されている。 食後の血糖値上昇を緩やかにする機能が報告されているなどの表示をしている。機能性表示食品に関しては、利益相反によるバイアスの可能性などが指摘されている。サプリメントなど濃縮物として摂取する場合の安全性に関しては、信頼できる十分な情報は見当たらないため、特に妊婦、授乳婦、小には自己判断でのサプリメントの摂取は控えること。 ありがとうございます。